純粋に男としてするべきことをしただけ。美女を助けたとなれば、よこしまな気持ちがあったんだろう、なんて話になるが、俺が助けた女性は、お世辞にも綺麗とは言えない真逆の女性だった。しかし、その出来事がきっかけで、開いた口が塞がらない驚く展開になったのだ。俺の名前は北川京介。29歳の営業サラリーマン。中堅どころのサラリーマンは体力勝負。ほぼ毎週のように接待飲み会や付き合い飲み会に駆り出されていた。北川、次の店早く電話して予約しろ。いい感じに酔っ払って田島先輩が俺をせかした。北川くん、あれだあれ、次は居酒屋とかじゃなく綺麗なお姉ちゃんがいるところがいいな。調子に乗って取引先で仲良くなった後藤さんが続けた。俺はというと、先輩を立て取引先をいい気分にさせようと一生懸命になればなるほど酔えなかった。ただただ疲れていく状況からどう逃げ出そうか、それだけが頭の中を占める。どこのお店がいいですかね。俺あまりそういうお店知らなくて。誰が会計するんだよ。おごりなら付き合ってもいいけど、自腹切るなら勘弁してほしい。あ、後藤さん、この間のお店どこでしたっけ？そこ行きましょうよ。田島先輩はノリノリだった。それもそうだ。彼は最近奥さんに見下り犯を突きつけられ、実家に帰られてしまったからだ。昇進を癒すには酒しかないとぼやいていた。しかし俺は、確かに彼女はいないが、その場限りのノリで女性と遊ぶタイプではない。お堅いわけではないが、どうも軽い遊びは性に合わないんだ。二人の話はどんどん盛り上がり、店まで歩いて10分の距離で、後藤さんが張り切って電話をかけ始めた。田島先輩、俺ちょっと外の風に当たってきますね。この場を去る計画を立てるため、俺は一人居酒屋の外に出た。週末の繁華街はデートを楽しむカップル、友達同士で騒ぐ若者、俺のように振り回されているサラリーマンなど様々だ。それぞれの週末があり、きっと一人一人にドラマがあるのだろう。行き交う人の流れをぼーっと眺めていると、見逃せない光景が目に飛び込んできた。数軒先にある洋風居酒屋の看板の前で、三人の大学生風の男が女性一人に絡んでいたのだ。あまりにも大声だったから、つい耳を傾けてしまった。お姉さん、完全に詐欺だぜ。だってさ、後ろ姿、美人そのもの。いい匂いするし、誰だって声かけちゃうよね。でも、何その、顔犯罪レベル。それでよく外歩けるね。女性はうつむいたまま、言われ放題だ。おそらく大学生は酔っているのだろう。それでも、言っていいことと悪いことがある。さあ、北川、行くぞ。店で姫が待ってる。田島先輩の声で我に返った。やっぱり、行きたくない。先輩、先に行っててもらいます。俺、あの女性助けてから行くんで。とっさに思いついたことにしては、上出来だと思った。軽く状況を説明し、男らしさをアピールした、つもりだったが。ああ、お前、誰でもいいのか？はは。まあ、若いってそういうもんかもな。まあ、ほどほどにな。後でちゃんと報告するように。完全に勘違いされた。まあいい。行きたくもない店に行って、大金払うよりはマシだ。俺のことなんか気にせず、二人は足取り軽やかに去っていった。さて、そのまま俺は何もなかったように帰ることもできた。一瞬、そうしようとも思った。でも、
うつむいて耐えている彼女の心情を考えたら、何もしないで去ったら、自分の小ささに嫌気がさす気がした。お兄ちゃんたち、もういいんじゃない。大人の女性を舐めないでいただきたいな。背後から話しかけた。え、だって見ました？この人の顔。背後から、がたいのいい大人の俺が声をかけたんだ。大学生風の男たちは驚き、明らかに戸惑っている。もう、あのさ、その人、俺の大事な人なわけ。あんまりひどいこと言うと、俺怒っちゃうよ。大人の女性の魅力を知るには、君たちにはまだ早い。ここは大人のお兄さんが流してやるから、とっとと去りなさい。穏便に、角が立たないよう、落ち着いたトーンで話した。俺の出方次第では、若者たちは逆上するだろうし、また女性に毒を吐くかもしれない。それだけは避けたかった。お兄さん、いい趣味してますね。こんな人と付き合うなんて、勇気あるね。一人が恐る恐る口を開いた。だから、何回言わせるの？マジで、俺を怒らせたいの？呆れ半分、やや怒り半分な口調で返すと、危機感を感じたのだろう。三人は軽く頭を下げ、罰が悪そうにその場を後にした。大丈夫？おっさんの酔っ払いもうざいけど、若者の酔っ払いも常識なくて困るよね。未だ黙ってうつむいたままの女性に声をかけた。そう。あまりに小さい声で全く聞こえなかった。俺はとっさに女性の顔に耳を近づけた。すると、ふわっと甘いバニラとローズが混じったような魅惑的な匂いが鼻を抜け、鼓動が高まった。ありがとうございます。次の瞬間、高まっていた鼓動は別の意味でさらに高まった。女性はゆっくりと顔を上げ、長い髪で見えていなかった顔が現れた。凝視してはいけないと分かっていても、目が離せない。綺麗とか、ブスとか、そういう次元の話ではない。顔全体が真っ赤で、なぜか至るところがボコボコと腫れていて、目の周りは特にひどく、片目は蚊に刺されたように、まぶたが大きく腫れている。気の毒に思うが、ホラー映画に出てきてもおかしくない姿だった。いえいえ、あのまま放っておけなくて。じゃあ、俺はこれで。情けなくも、俺はとにかくその場を去りたかった。一瞬でもいい匂いにふらりとした自分は消滅していた。あんな優しい言葉で助けられたの、初めてで。え？私の、彼氏のふりしてくれた。ああ、だって、彼氏を目の前に彼女の悪口言える男ってそういないだろう。ごめんね、勝手に彼氏ってことにして。嬉しかった。この流れはやばい。あれはたまたまああなっただけで、深い意味はない。恋愛慣れしていない純粋な女性なのだろうか。真に受けられては困る。嘘も方便って言うでしょ。うまく切り返せたか。嘘。そうですよね。私なんて。彼女はまたうつむいてしまった。やばい。傷つけてしまったか。名前、なんて言うの？俺、北川京介。話題を変えて、とにかくうまくこの場を収めなきゃと、俺は躍起になった。真由美。はじめまして、真由美さん。俺なんかが言うのは少しおこがましいけど。真由美さんは黙って耳を傾けていた。俺はさっき、真由美さんを助けるために彼氏のふりをしたでしょ。でも、男によっては、そうやって女性を落とそうとする奴もいるんだ。俺はそんな奴じゃないから、軽いノリで真由美さんを誘ったりはしない。
それって…うん、まゆみさんがどうとかじゃない。自分にもっと自信を持ってよ。男がみんな嫌なやつばかりじゃないし、一応俺みたいな真っ当なやつもいるってことで。京介さんみたいな人初めてよ。ありがとう。じゃあ俺は帰るね。先輩たちから解放されてやっとゆっくり休めるからさ。これでバイバイ。二度と会うこともない。あの、立ち去ろうとする俺を真由美さんの言葉が引き止めた。お、どうした？あの、よかったら連絡先交換しませんか？あの、今度お礼したいので。正直本当に悩んだ。この女性に言い寄られ家にまで来られたらどうしようとややうのぼれた不安があった。一方、断ったら彼女を傷つけてしまうのではないかともよぎった。いいよ、俺家にいるより会社にいる方が長いから。そうだ、会社ならどうにでもなる。営業職でほとんど会社にいないし、家を教えて押しかけられるより安全だと考えた。まゆみさんはきっと笑顔を作っているんだろうが、顔の腫れでよくわからなかった。それでもなぜだろうか、ぎこちなく下がった目尻が少し優しい眼差しで、温かい気持ちが心に広がった。彼女は自分の家の住所と電話番号をくれ、俺は会社の名刺を渡した。名刺いただけるんですか？仕事関係でもないのに、という不思議そうな顔。ああ、家にいるより職場にいる方が長いからね。嬉しいです。ありがとうございます。きっとお礼しますね。胸がズキンと痛んだ。名刺を渡したのはわざとで、家を知られたくないから。そんな俺の本音を疑いもせず、まゆみさんは心からと思える丁寧な言葉をくれた。こんなにも心が綺麗な人、会ったことがなかった。まゆみさん、帰り、ここから一人で大丈夫ですか？不安なら、繁華街抜けるまで一緒に歩きませんか？自然と言葉がこぼれた。え？ああ、嫌じゃなければ。ありがとう。本当はね、また絡まれたら怖いなって思ってて。駅までの道のり、俺たちはお互いの話をした。彼女は27歳で歯科医院の受付をしているという。本当は保育士になりたかったが、給料の安さに絶望し歯科医院の受付をしていると小さく笑った。子供を好きなんだ。うん、好き。保育士にはならなかったけど、いつか自分の子供を思い切り愛情を注いで育てたいなって。きっとこの人なら本当にそうするんだろうなと、自然と心の中で大きくうなずいた。話をしているうちに、どんどん彼女の人柄に惹かれ始めた。それは恋心なのか、人として尊敬しているのか、俺にはまだわからなかった。でも、きっと二度と会うことはない相手。だからこそ、この会話が特別に思えた。駅までの距離は想像以上に短く感じた。すれ違った何人の人が彼女をぎょっとした顔で見たかわからない。実際俺も気にならないなんて言えない。気になりつつ、彼女から言い出さないのに俺からは聞けなかった。ありがとうございます。ここからは一人で大丈夫。まゆみさんはそう言って深々とお辞儀をした。いえいえ、気をつけて帰ってね。ありがとう。京介さん、名刺ありがとう。まゆみさんは何度もありがとうを繰り返し、何度も頭を下げながら去っていった。そんな姿を手を振りながら見送った。こんな出会い、きっともう二度とない。まゆみさんの心地いい澄んだ声の余韻が残り、無意識にもう少し話したかったなと思った。しかし同時に、彼女の姿すべてを受け入れ、愛せるくらいの器があるか、
自信がなかった。北川、昨日どうだった？で、いい女だったか？週明け、俺の出勤を待ってましたとばかり、田島先輩が駆け寄ってきた。いえ、人助けしただけですから、先輩が期待するようなことは何も。おいおい、それはないだろう。そのシチュエーションは恋に落ちるしかないだろうが。北川、そろそろ真剣に恋愛しないとだな。30過ぎたらあっという間だぞ。結婚、意識しろよ。耳が痛い言葉、ありがとうございます。でも、そんなんじゃないですから、本当に。怪訝な顔をする田島先輩に、あの日何があったのか、真由美さんがどんな女性だったのか、こと細かに報告をした。まあなあ、お前の気持ちもわかる。大事なのは心なんて詭弁だ。実際、人は見た目が9割って言うだろう。だからこそ営業するとき、俺たちは見た目に気を使う。でもな、実際はそんな単純じゃないと思う。田島先輩は、一言一言慎重に言葉を選び、缶コーヒーを手のひらで回しながら話し出した。お前も知ってる通り、うちの奥さん出てっただろ？ああ、はい。帰ってきませんね。おい、そこ気を使え。俺、未だに奥さんに未練たらたらなわけよ。実家に帰られてしまった話は聞いていたが、詳しくは知らなかった。ただ、俺たちの間でからかうことで気を紛らわせてあげていた。最初はな、些細な口喧嘩よ。でも、言っちゃいけないことを言っちゃったわけ。怒らせたんですか？うちの奥さん、もともとぽっちゃりではあったんだ。結婚前からな。でも、子供産んでからどんどん肥えていって、多分余裕で10キロは増えた。でな、売り言葉に買い言葉で、痩せてから文句言えってな。うわぁ、それは女性に言っちゃいけない地雷だ。その時はこっちもカーッとなってたからさ。でも、出て行かれて本当に気づいた。見た目なんてどうでもいい。唯一、俺は彼女の前でだけ本当の自分でいられるし、ほっとできる。だからつい甘えちゃったんだろうな。本当に愛してるんですね。まあな。何が言いたいかというとな、心から愛せる女性っていうのは見た目じゃないし、そう出会えるものじゃない。俺にとって奥さん以外ありえない。もしかしたらお前にとって、その相手は真由美さんかもしれない。それを確かめる前に積んでしまうなって話。的を得ていた。あんな気持ちになった女性は初めてだったかもしれない。思い出せば、俺の恋愛はいつも見た目からだった。付き合ってみて会話が合わない、価値観が違ったなんてことが多々あって、どの人とも長続きしなかった。先輩、奥さん、迎えに行かないんですか？行くよ。もう1週間になるしな。でも、義父が怖いんだよな。一緒に頑張ってみません？俺、聞いた真由美さんの家を訪ねるんで、先輩は奥さんを迎えに行く。お互い少し勇気出しません？お、お前たまにいいこと言うな。さすが俺の後輩。乗った！その話乗った！じゃあ、今週末早速実行な。俺は最愛の奥さんを取り戻す。謝り倒してな。その場の勢いもあった。それと、感じた感情が本物か確かめたい気持ちも大きかった。俺たちは互いに週末が近づくにつれ、緊張が増していっているように感じた。少しずつ口数が少なくなり、金曜日の終業時、無言の目くばせで健闘を祈り、うなずき合って別れた。土曜日の午後、俺は真由美さんからもらった連絡先をポケットに入れ、家を出発。その場で捨てることなく持っていたのは、やはり再会を願った気持ちがあったのかもしれない。聞いた住所は住宅地で、
アパートが立ち並んでいて探すのに苦労した。番地で言ったらここだよな。電柱にある番地を追ってようやくたどり着いた。ずいぶん味があるアパートだな。周辺は綺麗で女性が好きそうな洗練されたアパートが立ち並ぶ中、聞いた住所のアパートは今では珍しい木造造りで、人が住んでいるか不安になるような佇まいだ。ドキドキしながら真由美さんの部屋のインターホンを鳴らした。はーい、というあの声を期待しながら。しかし、はいはい、誰ですか？現れたのはおばあさんだった。あの、真由美さんは？きっとおばあさんと同居しているんだ。心優しい人だからおばあさんの面倒を見ているとか、きっとそうだ。ああ、私は聞くよ。真由美って誰だい？人違いだよ、あんた。頭が真っ白になった。住所は合っているはず。慌ててポケットから住所が書かれた紙を取り出し、おばあさんに見せた。ああ、住所はここだね。でも、真由美なんて子いないよ。騙されたんじゃないかい？気が良さそうだもんね、あんた。気をつけなさいな。嘘だろう。想像していた展開が音を立てて崩れ、抱いていた真由美さんのイメージさえもわからなくなった。しばらく呆然となりながら歩いて、状況を理解した。俺が二度と会うことはないと思ったのと同じように、真由美さんも思っただけ。初対面の見知らぬ男に連絡先を簡単に渡すなんて普通ない。すべては幻想だっただけ。そう自分を納得させながらも、どこか虚しさが溢れた。先輩、うまくいっただろうか。そんなことを思いながら家路に向かい、俺は普段と変わらないいつもの週末を過ごすことになった。北川、どうだった？月曜日、すがすがしい先輩の声で、すべて順調に解決したんだと悟った。しかし俺は、撃沈ですよ。聞いた住所、全くのデタラメ。そんなもんですよ。現実は映画のような展開にはならない。先輩は、うまくいったんですか？そうだったか。まあ、軽々しく住んでる住所を教える女も信用できないからな。縁があれば、絶対また会える。な、気を落とすな。慰めありがとうございます。気分を上げるために、先輩の成功した話をどうぞ。お、聞いちゃう？いやー、怖かったぜ。お父さんが仁王立ちになって待ち構えててさ。でもな、必死に奥さんへの気持ちを訴えたわけ。それを陰で聞いてた奥さんが、お父さんを説得してくれてな。おお、よかったですね。おう、帰りは仲良く手つないで帰ったよ。俺は何の収穫もなかったが、せめて先輩の背中を押せたなら結果オーライと思うことにした。起きた出来事を自分に納得させようとする一方、別れる前、会う約束をしなかったことを後悔していた。たらればを言い出したら、それは恋に落ちている証拠って、あれ、誰が言った言葉だっただろう。会いたいのに会えなかったというもどかしさが、さらに俺の気持ちを膨らませていったように思う。とはいえ、会う術はない。唯一、俺が勤め先を教えてあるってだけだ。もしその気があれば、きっと真由美さんは連絡をくれるだろう。わずかな期待が消えず、会社の電話が鳴るたびドキッと反応してしまった。しかし、一ヶ月を過ぎる頃には諦めに変わり、もはや考えないようになっていった。女性ってわからないですよね。お礼しますね、なんて可愛いこと言っててこれですから。俺、一生一人かも。お前、意外とハマってたんだな。昼飯を食べながら、先輩はしみじみ言った。え、
ハマってないっすよ、全然。ただ、そのつもりがないなら言うなって話で。なははそれがハマってるって言うんだよ。ま、これで勉強になったろ。特別な気持ちを感じた女性には、相手から来るのを待ったらダメ。その場で約束を取り付ける。あれだ、俺らの仕事と一緒。欲しい仕事にはしがみつけ。そうですね。先輩はそういう俺の背中をパチンと叩き、気合い入れろ。次なら次。アンテナ張って、次こそつかめよ。応援してるから。持つべきものは、頼もしい先輩。女運はなくても、こんないい人に出会えたんだ。俺は一気にうどんを喉に流し込み、先輩にガッツポーズを見せた。その日の午後、またもや想像していない出来事が起きた。北川さん、いつも外回りが忙しいって言って事務処理してくれませんよね。ずいぶん溜まってるんですよ。今日はこれ全部終わるまで外に出ないでください。事務の藤田さんが怖い顔をして俺に溜まった書類を押し付けてきた。あー、すいません、でも午後から取引先に行く約束が。藤田さんは無言でギロッと俺を睨み、一瞬にして俺は固まり言葉に詰まってしまった。北川、黙って藤田さんに従え。午後の約束、俺が言ってやるから。助け舟をくれたのは、やっぱり田島先輩だった。苦手な事務処理をもたもた始め、今日中に終わるか憂鬱になっていた時だった。北川さん！またもや背後から藤田さんに呼ばれ、背筋がシャキーンと伸びた。はい！反射神経で立ち上がり振り返ると、お客さん。ぶっきらぼうな藤田さんの言葉と同時に俺は入り口に目を向けると、心臓がドクンと強く波打った。そこに立っていたのは面識もない女性。遠目からもわかるくらい花がある雰囲気で、佇まいがとても綺麗な美人だ。誰だろう。知りませんよ。京介さんいますかって。名刺持ってたわよ。あー、やだやだ。そうやって怪しい店の女に名刺配る人なんだ、北川くんって。もはや藤田さんのどんな嫌味も痛くなかった。ちゃんとまっすぐ歩けているか不安になるほど緊張しながら入り口に向かった。近づいてみて、さらに鼓動が増す。俺と目が合い、にっこり微笑む彼女は俺が今まで見たどの女性よりも綺麗だった。あの、北川京介ですが。はい、京介さん。女性は俺の名前を呼び、また微笑んだ。俺はこんな美人知らないぞ。京介さん、私のことを覚えていませんか。少し頬を膨らませ上目遣いで俺を見た。こんな美人と出会っていたら絶対に忘れるわけがない。新手の詐欺か。あの、どこでお会いしました。それもそうか。遅くなってごめんなさい。お礼するって言ったでしょ。あの時はありがとう。ありがとうの言葉で全身に電気が走った。忘れもしないあの声、真由美さんだ。真由美さん、京介さん、反応が正直すぎ。真由美さんはケタケタ笑い出した。夢みたいな状況に頭が追いつかず、その後どんな会話を交わしたかも曖昧だった。ただ、仕事が終わったらご飯に行くという約束だけは覚えていた。外回りから戻ってきた田島先輩をすごい勢いで捕まえ、覚えている範囲で報告した。おお、それはすごいな。やったな、北川、さよならホームラン。先輩に報告しながら自分を落ち着かせ、状況を飲み込んでいった。でも、なんだよ、でもって。絶世の美女だったんだ。それ以上の奇跡があるのか？北川、贅沢だぞ。いや、実際、聞いた住所はデタラメだったし、大丈夫かなって。田島先輩は大笑いしだした。
お前男だろ、そんな細かいことでないものか。まずは会って話しろ。営業で養った目を信じろ。自分の心に従え。いいか。そんな風に背中を押され、俺は約束の場所に向かった。駅前の花壇の前にはすでに真由美さんが立っている。お待たせしました。お疲れ様です。来てくれてありがとう。ごちゃごちゃした迷いの霧が一瞬にして晴れていった。それくらい真由美さんの笑顔に心を奪われ虜になっていた。いえいえ、こちらこそわざわざありがとう。お互い緊張もあったのだろうか、照れながら社交辞令的な挨拶を交わし、真由美さんに案内されるがままおすすめの居酒屋に向かった。もう少し高価なところが良かったかな。でもね、ここのご飯がすごく美味しくて、仕事帰りに軽く飲んで美味しいご飯って一番いいかなって思ったの。キラキラした目で言いながらメニューをめくった。気取らない店選びも俺好みだった。美人と高級レストランなんて食べた気がしないだろうし、うまく会話をする自信もない。あの時の彼女と目の前にいる女性は同一人物。あんなにうつむき加減だったのに、今見ている真由美さんは自信にあふれ晴れ晴れしい顔をしていた。しかしだからこそあの日の状況を異様に感じ始めた。あの真由美さん。女性にそんなこと聞くのは失礼なのかもしれない。でも聞かずにいられないくらい狐につままれた気になっていたのだ。ん？何ですか？いや、変に受け取らないでほしいんだけど、真由美さんのイメチェンぶりに驚いたっていうか。俺は慎重に切り出した。ああ、そうよね。驚くわよね。これが本当の私。え？返す言葉に詰まってしまった。恥ずかしいんだけど、あの時試した美容液が合わなかったみたいで、市販の薬で治そうとしたら余計悪化してね、病院に行った帰りだったの。そうだったんだ。随分痛々しかったもんね。うん、痛かった。でももっと心も痛かったんだ。飲もうとしていたビールの手が止まった。真由美さんは寂しそうな顔をしながら続ける。京介さんになら話せるかな。今ならバカだったなって思うけど、付き合ってた彼にね、もう少し綺麗になれないのって言われて。は？これ以上綺麗にってなりようがないくらい完璧じゃないか。どうしようもない男でしょ。本当はね、そんなことは問題じゃなかったの。年下の女の子に乗り換えたかっただけ。別れる理由が欲しかったのよ。でも私バカみたいにムキになっちゃって、結果あのざま。そんなに好きだったの？今でも思いがあるのだろうか。全然。ムキになったのも未練があったからじゃないと思う。単純に私のプライドかも。それと男らしくはっきり別れを切り出せない彼にも腹が立ったし。でもあんな顔になって学んだこといっぱいあるんだよ。へえ、どんな学び？いい男の見極め方を学習したと思う。そっか、ぜひ聞きたいな。見るべきは言葉より行動。それと見た目だけで人を重視しない人。その言葉で田島先輩の顔と言葉が浮かんだ。そうだね、それは大事なことかもね。そう言いながら先輩がくれたアドバイスが頭に浮かんでは消えた。上の空。真由美さんの声で我に返った。あ、ごめんごめん、俺の先輩がさ、まさにそんな男だなって思ってさ。素敵な先輩がいるのね。でも京介さんも十分そんな男性よ。え、俺が？うん。あの時若い子たちに囲まれて本当に怖かったの。あんな経験初めてだったし。でも京介さんが助けてくれた。あんなの見たら普通に助けるでしょう。うんうん、
その助け方、私の彼氏のふりをしてくれたでしょ。それって私も彼らも誰も傷つけないすごい方法だったと思うんだ。しかもその後もずっと私を守ってくれた。本当は気持ち悪かったでしょ。痛々しいなとは思ったごめんね。でも真由美さんの仕草や声がすごく素敵で、正直惹かれていたんだと思う。そうなの？でもその割にくれたのは名刺だったけど。真由美さんはいたずらっぽい口調で口を少し尖らせてみせた。え、それはお互い様だよ。真由美さんだってくれた住所でたらめだったじゃないか。すると真由美さんは少し顔をあからめ、嬉しそうにはしゃぎ出した。それって私を訪ねてくれたってこと？やばい、墓穴を掘ってしまった。一気に恥ずかしくなり顔が熱くなった。訪ねたけどおばあさんが住んでた。私に会いたいと思ってくれたの？あんな顔だった私に？真由美さんはさらに嬉しそうな顔をしている。俺さ、人生で一度も一目惚れとか経験したことがないんだ。だからどんなものかわからない。でも真由美さんの声が忘れられなくて、もっと話がしたいと思った。それを一目惚れって言うなら、そうだったんだと思う。京介さん、私も同じ気持ちだった。だからね、とにかく早く顔を直そうって頑張ったんだ。早く会いたいって。こうして再会できて本当に嬉しいよ。だって真由美さんを訪ねておばあさんが出てきた時ショックだったから。ごめんなさい。だって私そんな軽い女じゃないし、名刺くれる人には住所を教えませんでも訪ねてくれたなんて、ますます京介さんを好きになりました。京介さん、私とお付き合いしてくれませんか？私、京介さんの隣にいたい。照れながらチラチラ俺の目を見たりそらしたりして、緊張が伝わってきた。もう、俺のセリフ取らないでくれよ。一回だけ、それもあんなに短時間しか過ごしてない女性にここまで惹かれたのは初めてなんだ。俺のそばにいてほしい。こうして少し時間がかかったものの、俺たちは再会でき、交際がスタートした。このまま順調に交際が続き、その先には結婚か？そんなことを考えられるくらい、俺は幸せ絶好調だった。しかし、有頂天な時ほど油断をすれば足元を救われるのだ。京介さん、今日はどこに行くの？交際して1年が経とうとしていた12月、俺は真由美さんをジュエリーショップに連れて行こうとしていた。もう指輪は選んであった。サプライズで店に行き、サイズチェックで驚かせようと計画していたのだ。そしてその流れでプロポーズ。俺たちの未来を想像してワクワクし、内心スキップしたいくらい舞い上がっていた。行ってからのお楽しみ。ご機嫌な足取りで俺たちはジュエリーショップに向かった。え、京介さん、クリスマスプレゼント？店の前に着くと、真由美さんのテンションは上がりだした。きっとすぐにもっと驚くぞ。店に入るとすぐ、事前に話していた通り、店のスタッフが笑顔で歩み寄ってきた。いよいよだって時だった。割って入ってきた人が、あれ？もしかして真由美か？ずいぶん見た目に気を使っているとわかる流行りのスーツをまとった男が現れた。知り合いか？真由美さんを見ると顔がこわばっている。ここは俺が守らないと。あの、何かご用ですか？ぶっきらぼうに聞くと、ああ、新しい彼氏さん？男は質問に答えることなく、ニヤニヤした顔で聞いてきた。ずいぶん感じが悪い男だ。用事がないのならいいですか、もう。俺は真由美さんの背中に手を添え、その場を去ろうとした。
おーれー、真由美にベタ惚れされてた元彼です。ちょっと年下に興味持った瞬間、すんごい嫉妬の嵐。まあそれも可愛いもんですけどね。なんなんだこの男は。俺に対して自慢をしているのか、それとも未練がましく言い寄っているだけ。とにかく腹が立ってきた。これから迎える未来の演出を台無しにされ、冷静でいるのがやっとだった。やめてよ、私たちもう別れたんだから。真由美さんは消えそうな声で囁いた。ああ、いいんだぜ、俺はより戻しても。こんな男より俺の方がいいだろ。ちょうどいい、何でも好きなのを選べ、俺が買ってやる。真由美さんは無言のまま激しく首を横に振った。それが彼女の答えだ。もういいですか、俺たち忙しいんで。そう言って立ち去ろうとする俺たちに男の声が刺さった。新しい彼氏さん知ってます？真由美の顔、偽物っすよ。俺が金出して整形させてやったの。に、せ、も、の。素顔知ってるの俺だけ。真由美、待ってるから、いつでも戻ってこい。男はそう言って、悔し紛れだろうか、ぎこちない笑顔を作り去っていった。整形？嘘だろ。あの男の話は本当か？何が本当なんだ？異様な空気になってしまい、店員はどう立ち回ったらいいか迷っている様子。何よりも、真由美さんは男が去ってから一言も発しない。仕切り直さなきゃ。俺は軽く店員さんに頭を下げた後、真由美さん、出直そうか。そう言って、俺たちも店を後にした。しばらく無言のまま歩き続け、沈黙を破ったのは俺から。大丈夫？全然気にしなくていいからね。俺は平気だから。気遣ってかけた言葉のつもりだった。しかし、真由美さんは違った。え？本当に私が整形したって思ってるの？それでも平気だよって？そんなわけないじゃない！この顔は本物！今から私の家行こう！子供の頃から今までの写真全部見せるから！感情に任せて、一気にまくし立てた。初めて見る怒った顔、怒りながら悲しんでいるどうしようもない顔だった。そんなこと思ってないよ、俺はただあんな男の言うことなんて気にするなって言いたかっただけで。綺麗事。捨て台詞のような短い言葉に俺も少し頭に血が昇ってしまった。そもそも真由美さんの顔しか見てないなら、俺出会ったあの時で終わってたと思う。こうして交際もしてなかった。信用してないのは真由美さんの方だ。真剣に考えてたから今日だって。今日だって何？勢いでつい口を滑らせてしまった。もうどうにでもなればいい、そんなやけくそな思いで続けた。そうだよ、勝手に絆を感じて、勝手に未来を思い描いて、勝手にプロポーズを考えてた。バカみたいだろ俺。怒りに任せてまくし立てた。すると真由美さんの目からボロボロ涙がこぼれ出した。ごめん、バカは私だ。京介さんが離れていくのが怖くて、つい。でも誰よりも私が、京介さんがそんな人じゃないって知ってるはずなのに。ごめんなさい。涙を一生懸命拭いながら話す真由美さんがどうしようもなく愛おしく、俺は思わず彼女を引き寄せた。一緒に幸せになろう。あんな男が寄ってこないよう、俺がずっと隣にいるから。うん、ずっとそばにいてね。雨降って地固まるとは本当みたいだ。俺たちの絆はこの一件でより深まった気がする。その後、改めてジュエリーショップに出向き、サプライズではなくなってしまったが、真由美さんは終始幸せそうな笑顔を見せてくれた。
それから半年後、俺たちは無事結婚。田島先輩夫婦は俺たちの結婚を喜んでくれ、家族ぐるみでお付き合いしていこうと張り切っている。いいか、北川、初心忘れるべからずだ。今持ってるその気持ちを忘れるな。結婚するくらい好きになった相手は特別だ。もう現れない。大事にしろよ、俺みたいにな。そう言って先輩は笑った。確かにあの騒動から先輩たち夫婦はいつも一緒で仲がいい。俺もそんな素敵な夫婦になりたいと思っている。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の二人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。